ちは、ブリクナリアスカンドグラです。本日はアンジェロというカクテルを作ろうかなと。アンジェロわかんないですっていうカクテルを作ろうかなと思います。はい、なんかこうショートとロングがあるんですけど、まあ、ロングの方ですね。今日はウォッカ、サザンカンフォート、ガリアーノ、パイナップルジュース、オレンジジュースです。はい、イタリア語で天使という意味があるらしいですね。そうですね。じゃあやっていきます。はい、アンジェロです。変わった味しますね。なんか面白いなんかレシピだよね。はい、なんかどういう味なんだろうっていう感じの味わい的には甘いでいいね。まあ面白い味ですね。面白い。でも強いね。強いと思います。強くない？ウォッカと、まあ、ガリアーノも入ってますし、なんかアルコールを結構感じるね。はい、いいカクテルですね。今回もいいカクテル。美味しい。はい、うん、これはね、天使というか天使の話ありますかね。ないですか。いや、ちょっと昨日飲みすぎちゃった。休みじゃん。いや昨日休みじゃん。はい、休みの日飲みたくなっちゃわない？まあ、なんか休みの日しか飲まないです。なんかなんていうんだろう。なんか好きなものを好きなように飲めるわけじゃん。休み。まあ、時間がありますから、ね。元気じゃん。別にちゃんと寝て起きてみたいな。仕事終わりだったらそんな疲れてんじゃん。はい、休みの日飲んじゃうんだよね。すごい。何時に帰ったんだっけ。何時まで飲んでたんだっけ。僕ですか。2時半ぐらいですね。でもあのスタートが遅かったんです。11時ぐらいなんですよ。あんまりスタート早かったですか。飲んでた、もうずっと常に飲んでたんですね。いや、でも終わったのも5時ぐらいに帰ってきたんですよ。朝ですか。うん、いやもうね、無理ですね、僕はその朝まで飲んでられないっていうのがありますね。休み日飲んじゃうんだよな。休肝日を作ろうかなと思って。お、俺
はい、やばい気がする、毎日飲んでる気がする。飲んでます。でも休肝日を作ろうと思って、はい、決めたの。何曜日ですか。分かんない。気分。それ絶対休肝日できない。いや絶対つける、絶対つける、絶対。木曜日にしよっかな。曜日にしちゃダメです。あ、そうそうだ。あ、そうだ。曜日にしちゃダメです。そんなところですかね。まあそうだね、はい、休肝日は休肝日を作りましょうということで、1日ぐらい作りましょう。はい、以上です。何かありますか。ない。チャンネル登録よろしくお願いします。